ここに2本の白い線があります。これがメスの個体の正面になるんですが、天卵線って言って卵を産むときに卵を保護する物質を出す天卵線って言います。成熟が進むとこれものすごく大きくなって、ね、体の中全部これになります。ですからこれまでまだ全然成熟が進んでない、まあ、メス個体だってのは分かるんですけど、ここでですね、オスにはないってことですか。オスにはこれがありません。こうやって見て、あとここの白い体の一番奥にある、これが卵巣です。で、成熟に達してくると卵巣がもう外頭の半分以上大きくなります。で、この卵巣の横、今度体この横ですね、あ、ここによく見えますね、これ分かりますかね、こうグニグニグニっていう管になってて、こう丸いのがついている、この部分、これが卵管線。卵が成熟してくると、この卵管線を通じて、最終的にはこの熟卵がここにいっぱい溜まります。ですから本当はね、成熟うんと進んだスルメイカ見ていただくとよろしいんですけど、これがメスの生殖器官です。まあ、一つが卵巣で、卵巣から成熟した卵が輸卵管線を通じて輸卵管に来ます。で、この輸卵管、今こう白くて丸いだけですけど、ここの中に熟卵がいっぱい詰まってくる。そうするとここから通じて卵を生み出すわけです。もちろんこの漏斗を通してですね、外に出すんですが、もうこ、あの成熟するともうこの辺まで来てるんで、その時にこの天卵線から卵を保護する物質を卵にまぶすというかね、くるみながら、卵を産んでいくと。で、ちょっと待ってくださいね。ここの、じゃあ、一番上の切り取りましょう。これが天卵線の片っぽですね。これももう一個の天卵線です。で、何が見にくいかというと、この胃袋の後ろにですね、ここがくっついて、これが卵巣があるんですね。さっき言ったように、これが体の一番奥、外頭膜の一番奥にある、これ卵巣です。ですから卵巣がずっとこうくっついてるんですけど、最後ここのところにくっついて、これがメスの卵巣と輸卵管で、さっき取り忘れましたけど、この横にある、これが輸卵管線ですね。一応取るだけ取っときましょう。よいしょ。これが輸卵管線、両サイドにあります。どこ行っちゃった？これか。どっか、あ、これか。で、これがメスの生殖腺が一揃いというか、こういうふうになるんですけど、本当に成熟達すると、ものすごく大きくなるんで、もっとよくわかるようになります。これがですね、ゼラチン属って、これが取れちゃう。